主催者を代表いたしまして、家族会代表の飯塚茂雄さんにお願いをいたします。台風の雨で湿ったのかもしれないので、はい、よろしくお願いします。こうした集会も数十回、行われまして、その間有効なご報告ができないのは非常に残念ですし、皆さんと共にその思いをまた次に送ることになってしまっているわけです。でこういった経過を見ますと、私たちこの救出活動も14年になりますけれども、前も言ったように、この間総理大臣が11代目今回で、にもかかわらず何の実績も出ない、このもどかしさは我々家族のみならず皆様も相当お感じになっていると思います。そういう中で、民主政権になってからもある期待は当然ありましたけれども、実際には、具体的な進展がない。そしてまた民主政権のこの拉致問題担当大臣も今回の山川先生で5人目です。そういったことを考えるとですね、本当に国としてこの問題を絶対解決するんだという意思があるんでしょうか。それが私たちがいつも懸念するところでございます。まあ、確かに対策本部その他できまして、それぞれの活動はなさっていただいておりますが、どうもやってますやってますというだけでですね、その経過なり結果がどうも思わしくない、こういう状況の中で、北朝鮮については皆さんご存知の通り非常にしたたかな対応をしておりますし、今お話があったように、ちょうど3年前です、日本人の調査をするという約束をしながら、これが単に日本の総理がコロコロ変わるから対応できないということで簡単な理由で、保護にしてしまったような状況です。しかしながらその約束はまだ生きてます。したがって、これをですね、いかに、日本政府が強力に北に対して早く実行せよと、いつまで報告せよという要請をですね、していかなきゃいけないんではないかと、まあボールを投げてあるからそのうち帰ってくるだろうという話もありますけれども、そんな問題じゃないんです。人の命がかかってる問題なんです。従いまして、六角副協議の枠組みの中でという話もありますけれども、こういった日朝の約束事については当然ながら日本政府が直に北朝鮮に対して、どうしたんだ、まだ早くしようというような強いメッセージを与えていかなければいけないのではないかと。そして今回また新たな政権交代、政権担当が変わりましたけれども、総額がなされて、新しく山岡担当大臣が決まりましたけれども、こういった中でもですね、また一から出直しかというのではなくて、もうすでにこの問題はどの先生方も 100% 周知の問題であると思います。したがって、間髪を入れずにですね、もう今日以降この問題を十分に考えていただいて、確かに専任ではなくて、消費者庁でしたね、もう一つは国家総委員長、この関係もありますが、その中で拉致は後でいいやというようなことは絶対ないようにですね、していただきたいし、
まず一番大切なのは新しく総理になった、野田総理大臣につきましては、この拉致問題に対する日本の姿勢をはっきりと大声で、言及してもらいたい。出ないとですね、北朝鮮側は拉致問題はどんどんその冷めていきつつあるというような間違ったメッセージを出さないように、相変わらず日本国として強い態度でこの問題はもう絶対解決するんだというメッセージをまず出すことが、私たちの信頼、それとまたこの問題に対する対応についても大きく変わるはずですし、まさに皆様方、国民の皆様方が今度こそやるなというような受け取り方をできるように、ぜひ総理にお願いをしていきたいと、近々面会を来ていただけるような要請もしますけれども、今回、こういった会見の中で我々の問題は、東日本の被災者の問題も当然ありながら、同じ命がかかった問題として、並行して取り組んでいただきたく、強くお願いする次第でございます。今日いろいろ論議がありますかと思いますけれども、皆様もにおかれましても引き続きこの問題に対する力添えをぜひお願いしたいというふうに考えます。よろしくお願いします。